ダブルリードは木管楽器に使われるリードの一種。また、そのようなリードを用いた楽器の総称。服工とも呼ばれる。ダブルリードは乾燥させた足を削ったものを2枚重ね合わせて作られ、これを楽器の吹き口に取り付けて吹くことで振動させる。この時、オーボエやファゴットや七力のようにリードを口に加えてそうするものと、クルムホルムのように リードを管内に固定し、直接口では加えないものとがある。楽器店などで市販されている完成品のリードもあるが、ダブルリードはリード自体の特徴。質が音色を左右することもあり、プロを中心に多くの奏者が足材そのものか半完成品のリードを入手した上で自分に合ったリードを作る。ダブルリードを削る際に、プラークと呼ばれる船型の下敷きをリードの間に挟む。 プラークを挟まないで、リードを削ると無理な力がリードにかかり、リードが割れてしまうこともある。ダブルリードは、シングルリードと異なり演奏の前に水につけてから演奏するので、ダブルリード奏者は水入れを携帯する。七力の場合は緑茶を使う。水につけてから楽器にセットする。そのため、ダブルリード奏者は水入れを携帯する。水入れは、専門店で専用容器を売っているほか。 銀煙カメラのフィルムケース等、密封性の高い容器を流用する奏者も多い。演奏中、少しの給付であればそのまま演奏可能である場合が多いが、多少乾いている場合は、舌で舐めて湿らせるか、それ以上に乾いていれば、前日の水入れに再度リードを浸してから楽器に装着する必要がある。ありがとうございます。